どうみんな、影に日向にさまよい歩いてる？はい、どうもトミーでーす。さあ、ということで本日もですね、ピーカン、激アツ真夏日でございます。10月に入ったんですけども、本日の気温33度。どうなってんの？10月に入ってもまだ額に汗垂らしながらのねロケ続いておりますけども、皆様ね、体調の方大丈夫でしょうか？本日も私はですね、柏駅にやってきております。まあ、久々のね柏駅なんですけども、まもなく閉店するイトーヨーカドー柏店の今を見に行こう。まあ、先日ですね、動画でも出しましたし、生配信の方でもお届けしたんですけども、イトーヨーカドー津田沼店が閉店いたしまして、まあ、全国的なニュースとかでもね話題になりましたけども、今月の10月の27日にイトーヨーカドーの柏店が閉店ということで、こちらもですね、県内でまた新たに話題となっておりますので、津田沼の時と同じようにですね、閉店を間もなくに控えた店舗の様子を見に行きたいなと思います。53年、まあ、津田沼よりさらにね長い歴史をこう紡いできた店舗ということで、まあ、地元の方のね関心もひとしおかなと思うんですけども、その前にですね、ちょうど駅前にやってきているので、この柏駅で話題になったといえば、あの総合ですよね。数年前に閉店したんですけども、しばらくそのまま建物だけ残っている状態だったんですが、最近いよいよ取り壊し作業が始まったということで、僕ね、そう作業が始まってから初めて駅にやってきたので、そちらの様子も見てから向かいたいなと思います。今ちょうどね、僕の目の前に総合ビルあるんですけども、やはりもうね、足場が周りに組み立てられていて、僕が以前見ていた姿とはだいぶ変わってきております。やっぱ柏駅もかなり今変革を迎えている時期ということで、駅前にね、こうランドマーク的にあった商業施設などが解体されていってるということで、この数年の後、柏駅もかなり変わってくるんじゃないかなと思いますが、建物の周りはついたてがされていて、もちろんね、こう中には工事関係者の方しか入れないような状態になっておりますけども、ビッグカメラの建物とのこう渡り廊下、この辺りもですね、足場ががっつり組まれていて、もう工事中っていうのが明らかですね。しばらくね、この建物をまあ廃墟化されてるみたいなね言い方もされたりしてて、この先どうなるんだというふうに柏市民の方のね関心も高まっていたところなんですけども、まあ、いよいよ解体が始まると。結構目の当たりにするとね、実感が湧いたりとか、まあ、その迫力がね伝わってきますけどね。それでは次はですね、いよいよイトーヨーカドーの方に向かっていきましょうかね。とはいえですね、僕あんま柏駅ってこれまでね縁がなかった土地で、まあ、こういった YouTube の活動を始めてからですね、いろいろ周りのことを知るようになったので、本当それまではねあんま来たことなかったんですよ。友達の結婚式を柏駅でやったことが、その時来たりとか、ほんと数回に来たことがあるぐらいの駅だったので、そうだから、イトーヨーカドーも実は今日初めて行きます。まあこうね、あの商店街の前とか通ったりしたことあるし、あの柏にロケに来た時はあのイトーヨーカドーさんの駐車場を使わせてもらったりとか、まあ、そういったぐらいのね関わりなので、まあ、ほぼほぼ中をこう見るのは初めてという感じなんですが、近隣の方の関心も高いニュースだと思うので、ちょっとね見に行きたいと思います。ここも初めてある。ここで千葉で随一の繁華街でもある柏の歴史を振り返りましょう。駅の開業が1896年、開業当時周辺は単なる農村でした。しかし鉄道利用者の増加に伴い繁華街へと発展していきます。1970年代にそごう、高島屋、丸井などの多くの商業施設が進出、県内のみならず茨城県、埼玉県からも買い物客を集めました。1973年には日本初のペデストリアンデッキが整備され、その勢いはさらに増していきます。そんな激動の70年代の中で、駅前商業施設の先駆け的にオープンしたのがイトーヨーカドー柏店。地上7階、地下1階の店舗は当時柏駅周りで最も高い建物でした。現存する千葉県内のイトーヨーカドーの中では最古の店舗ですが、
現在イトーヨーカドーが全国的に進める事業構造変革の一環としての店舗見直しの波を受け、惜しまれながらもその歴史に幕を下ろすこととなりました。それでは路地を抜けてね、表の商店街の方に戻ってきましたけども、もうここかな、駅からめっちゃ近いですよね、確かね。そう、あ、確かそこのマックの前だったはず。確かにもう閉店売り尽くしの上りがね、店頭にはたくさん出てますけど、あの1階のフロアにですね、津田沼のヨーカドーさんと同じように、まあ、そのお店の歴史、町の歴史だったりとか、あと皆様からのお客様からのメッセージボードなんかの展示を行っているそうなので、そちらを覗いてみたいと思います。53年間のご愛顧ありがとうございます。10月27日をもちまして閉店とメッセージが添えられてます。こちらにね、たくさんのメッセージ貼られておりますね。やはりこちら昭和46年の4月1日開店、これは開店の日の様子、写真ですかね。この外装の感じは今とそこまで変わらない雰囲気なんですね。ちょっとガラス張りの感じ、このなんか開店の時のこのでっかい花、これやっぱ昭和という感じがしますけどね。やっぱ華やかさと勢いを感じます。エレベーターガールならぬエスカレーターガールというのがちゃんとなんか結構いろいろこう工夫を凝らした切り口をやっていたんですね。ここではイトーヨーカドーの歴史そのものを振り返る展示がされてますので、これ面白いな。ヨーカドーってこういう字だったんですね。知らなかった。大正9年に誕生だった。このね、おなじみのハトのマークが1972年、昭和47年に導入だから、柏店のオープンの翌年ですね。デザインが売ってるから、せっかくだからちょっとなんか買っていこうかな。プレート皿とか買おうかな。これガチャガチャもありますね。ガチャガチャやってみようかな。アクリルキーホルダー欲しいな。このキューロも結構レアじゃない。これ狙いたいな。おばん焼き一つ、はい、チョコで、チョコ一つ、はい、はい、かしこまりちょっと待っていただいていいですか。はい、おばん焼き買った。いただきます。うん、あ、OK、開けか。横の出口出たところにね、出店焼き鳥と大判焼き売ってるお店があったよ。初めて知った。このタイミングで初めて知ることがあるっていうのはちょっと悲しいですけどね。美味しい、いただきました、大判焼き。はい、ということで今回はですね、今月の27日に閉店を控えましたイトーヨーカドー柏店さんのね、現在をお届けしてきました。店内はね、53年間ありがとうございました、お疲れ様でしたという、まあ、温かい空気が漂っていますので、メッセージボードなんかもね、受け付けてて、結構たくさんの方がね、書き込んで貼り付けてあったので、ぜひぜひそちらを覗いたり、歴史を遡ってみたりという時間をね、最後過ごしてみてはいかがでしょう。最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひ動画への高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。